整備業界をぶっ壊す整備士しげのぶです。栃木県北の片田舎で不動産を経営しながら主に自動車整備士の地位向上を目指して日々活動しております。さてさて、今日は、7つの滞在って知ってますかっていうことについてちょっとお話ししていきたいと思います。なんだ最近、長編アニメーションですね、ナルトをもう全部見終わりまして、でその後何かないかなと思ってネットフリックスで結構探していた時にですね、7つの滞在というものを見つけました。まあ結構古いんじゃないのかなこれはと思ったんですけども、まあ最終的に最終話までね全部見させていただきました。いや面白かったなぁ。7つの滞在面白かったですね。マガジン系でやってたのかな。ちょっと昔からやっていたっていうのは、なんとなく記憶にはあるんですけども、改めてはっきりと見た感じだと思う。この、まあアニメしか見てないんですけども、いろんなストーリーがあると。ナルトほど長くないけども、その分、自分の中に今までなかった感じの構成だったなって思いました。面白かったです。すごい面白かったです。で今これ撮っている、この日付でですね、確か7つの滞在の映画が公開されそう、されているのかなっていう時ですね、今。まあそんな時に録音してるんですけども、まあこの7つの滞在で、まあ見ながらちょっと思ったことがあったので、それを共有したいと思います。まあ何を共有したいかっていうとですね、やはりですね、コミュニケーションは大切だなっていうことが、パッと浮かんできたんで、その辺から深掘りしていきたいんですよね。やっぱりですね、まあ、アニメとか、そういう漫画とかで非常につきものなんですけども、何か、やはり行動する前とか、何か行動を起こす前とか、自分が何か行っている間に起きてしまった問題に対して、みんなのコミュニケーション取らなすぎじゃないって思うんですよ。そう思いませんか？そういうことか。ごめんなさい。そういうことかっていうふうな感じなんですけども、コミュニケーションを取る際に、皆さん、ほうれん草ってよく聞きますよね。会社員やってる方だったらよくわかると思うんですけども、ほうれん草ってあるじゃないですか。報告、連絡、相談ですよね。で、実際これが抜けていることが、まあ、大にしてある。もうアニメの中ってもうバチコイですよ。っていうかこれがなかったらまあもしかしたら7つの滞在も存在していないのかもしれないんですけど、知れないんですけども、本当にストーリーが成り立たなくなるからこういうことはあんまり言わない方がいいと思うんですよ。でも僕は本当にふと思ってしまったのは、そこで、いや待てよと、メリを出すよと、もうちゃんと自分の考えていることやこれからどうしたいかっていう展望を周りにコミュニケーションを取っていれば、周りに相談していれば、いや、ここまで大きい被害にならなかったよね、とかですね。なんかいやいや、キングよ。もうそんなこといいから、ちゃんと話をしておきなさいよ、と。もう何も言わずに出ていくのがもう完全アウトですよ。一般社会において、何か問題が起きた。もしくは何か問題が起ころうとしている。でもこれ周りに言ったら大事になりそうだから自分一人の力で解決しようって思っちゃいけないんです、これは。ダメですよね。いやいや、もうそれはいいんですよ。ちゃんとアニメ内ではそれで成立するかにするか、ストーリーのね、深みが出るからいいと思うんですけど、これを実世界でやってしまうと、これはもう旗迷惑。もうこれは事後報告になるわけですからね。すべてのことが事後報告になる。そうするともう対応も取れないです。対処もできない。あるのは、血拭きのみになってしまうと。上司の血拭きのみになってしまうと。上司が血を拭くことしかできないっていうふうになってしまいますので、ここはもう非常に注意が必要だと。もういくらこうアニメーションだから あれが成立するわけであって、これを実世界でやってしまうのは、本当にいけないと思うんです。やはりこれは、自動車整備会においても、かなり大切なことだと僕は思ってるんですよね。なんか、この部品が、ここ壊れて、今後これ壊れそうなとか、まあ思ってる方はいらっしゃると思うんですけども、ブレーキパッドが、整備している車のブレーキパッドが例えばもう残り3ミリぐらいしかないと。
でも年間走行距離この人1万ぐらいだな、ギリいけるかとかって思っちゃいけないんですよ。もうこのまま黙ってれば次の車検までは持つかなぐらいの、そういうことを考えちゃいけなくて、もうそれはしっかりお客さんに、質問として投げかけるですね、宿題として投げかけるべきだと僕は思うんですよね。もうこれはブレーキパッドがもう3ミリしかないから、多分何キロ、1万キロぐらい走ったら多分もうなくなる、大きい気や音が出ると思うんですとか、ちゃんと報告しなくちゃいけない。で、そこでちゃんとどうしようか。お客さんすみません、どうしますかこれ。ブレーキパッドはないから1万キロぐらいでなくなると思うんですよ。でもお客さん年間走行距離これぐらいだから、このタイミングで交換していただくか、もし、今後ね、そうやってまた整備出すっていう手間ですからば、今交換しちゃいますか、どうしますかみたいな感じで相談するべきだと思うんです。そうやって問題って解決されていくわけじゃないですか、そもそも。で、途中、まあ、例えばですか、他にですね、例えばですけど、タイミングベルトを交換しましょうって言った場合に、ディーラーの中では、多分タイミングベルトとテンショナーオンリーで終了っていうパターンが、まあまああるらしい。でも実際は、タイミングベルト交換時期によって、そう遠くない未来、多分ウォーターポンプもやられていくんじゃないのかなっていう可能性も出てくると。そしたらば、やっぱりそういうところもお客さんに、問うべきだと。相談するべきだ、もしくは上司、上司もしくは営業に、相談すべきだと。すみませんと。これ多分タイミングベルトとテンショナーだけ交換するのは全然いいんですけども、ここまで普通バラすんであれば、もうウォーターポンプをやった方が、今後なんかウォーターポンプイオンが出てきたりした時に、交換工賃が重複しなくて済むんではないのかなと。っていうのを相談してくれませんかっていうふうに言えるわけですよね。そこ黙って、後々またウォーターポンプ交換しにお客さんが来て、倍のね、また同じ額ぐらいの整備代金を払うわけですから、っていうのはもう全然優しくないと、お客さんのことを考えられてない、お客さんもファーストになっていないっていうふうに囚われてしまうんですよね、そこでね。であればもう本当にセットで交換するのがおすすめです。なぜなら、タイミングベルト交換して、多分、2、3万キロぐらい走らないうちぐらいに異音がなるかもしれないからですか。そうすると、異音が出てき始めたらば、ガーガー音もしますし、そこの、異音が出始めた部分から水が持ってくる可能性があると、とかっていう、ちゃんと説明ができるわけですよ。ちゃんと考察しながらそうやって、コミュニケーションを取るってことによって、まあ、未然に防げる問題っていうものね、多いにしてありますので、っていうか、それが多分ベストだと思いますので、なんかですね、迷ってる方がいらっしゃったらば、それを自分で抱え込むってことだけではなくて、やはり周りに、相談すべきなんじゃないのかなと思っております。そうすれば多分その相談するタイミングがもしかしたら自分にとってね、プライド高い人はちょっときついかもしれないですけども、まあ、自分が 弱みを出せるってことはやっぱ相手をそれだけ信用しているよっていうことにも伝わると思うんですよ。そうですよね、相手に打ち明けたってことは、あ、自分はこの人から少し信用されているんだとか、あ、話をしてくれるってことは少しもう私に頼ってきてくれるんだなっていうふうにね、思いを受け止めてもらえると思いますので、まあ、そういうところで自分のプライドが邪魔していたとしても、そこは相談すべきなんで、まあ、自分は一人でできるとは思うんだけども、一応こういうことをやろうと思ってるんだよねっていうふうに相談はすべきなんじゃないかなと思っております。まあ、それで防げる事故があれば、まあ、どんどん防いでいきましょうっていう感じの話でした。今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。僕もですね、過去にいろいろそういうコミュニケーショントラブルがですね、ありましたので、それ以来ちゃんと周りに相談するようにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。